本日は二人三脚で本当にやりたいことを応援する心理マニアのおでんちゃんに、来ていただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では実際に、おでんちゃんの、インタビューに入っていきたいと思います。では、最初の質問になります。おでんちゃんは、今、いろいろと活動されていると思うんですが、今はどのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？はい。私のビジョンは、心理カウンセラーになって、オリジナルの講座を作ったり、講師になってセミナーを開催したりして、誰もがみんな愛されてるし、誰もがみんな幸せになるために生まれてきたっていうことを、大人にも、未成年の方にも、まあ、知ってほしいし、そしていずれはその心理学の知識や技術が、みんなの日常に馴染むくらい広まってほしいな、広めたいな、と思ってます。で、まあ、大人向けだけじゃなくて、学生向けのセミナーも作りたくて、で、最終的にはそれで月収200万のオンラインになることが目標です。ただ、現時点では、まだ資格を持っていなくて、心理学をかじった程度なので、今年は尊敬している先生のもとで直に学んで、カウンセラーの資格をちゃんと取りに行く予定でいます。が、それが今自分の中にあるかっこいい理想ではあるんですが、もっと正直に言うと、まずは自分の人生をより豊かに、より幸せなものにするっていうのが今の一番の目標です。まずは自分と向き合って、今ある問題を解決して、自分で自分を満たす。で、その上で、クライアントさんの全てを受け止められたらなって思ってます。私が不安定だと多分、セッションの効果も違ってくると思うので、最初はまず自分のためで、それが結果的に人のためになったら嬉しいなって思って、今勉強中です。はい。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ、キラキラですね。キラキラ。真っ黒でまだ。あ、本当に、もう溢れるばかりのね、夢があるなっていうふうに感じました。まずは、そしてね、自分が幸せで、そして愛されているっていうこう感覚。ここに行くことによって、だからこそ、まあ、自分が満たされてるから、相手にこう愛も与えることができる。はい、そう思ってうん、だから、そのなんか、クライアントさんも全部受け入れられるように。まずは自分から。はい、そうです。ああ、すごいですね。なんか、この後、こう、聞いていく上でも、なんか、はい。この後、目標計画とかも聞こうかなと思ってるんですけど、すごいそこにもつながるような、なんか、お話いただけたなと思うんですけど。そしたら、おでんちゃんの、この夢やこうビジョンを叶えるために、どんな目標や計画があるのか、それも教えてもらっていいですか？さっきも言ったように、心理学まだかじった程度なんで、まあ今年の春から半年ぐらいかけて、カウンセラー養成講座に行こうと思ってまして、で、資格を取った後は、1年くらいは、大人相手の個別セッションをして、場数を踏みたいなって今考えてます。で、その、セッションのスキルが基本的に二十歳を超えた大人の方向けのセッション技術、スキルなので、まあ最初は大人の方たちとお相手してもらって、で、その私が参加しようと思ってる養成講座、カウンセラー養成講座がちょっと特殊で、ちょっと面白いんですけど、そのスキルはもちろん学べるんですが、先生のセッションを受けたり、あと参加者同士でセッションし合ったりして、その養成講座の場で、お互いの課題をもう消化し合う時間がもうたっぷり取られてるんですよね。
ってかなり辛いものになるって聞いてます。今からビビってます正直。で、まあ、そこで自分と向き合ってカウンセラーのあり方みたいなものを、ま、学びたいなって思ってます。あと今家庭教師のお仕事をしているので、なんだろう、カウンセラー資格を取ったら受け持ってる生徒さんたちのメンタルケアも視野に入れたいなって思ってます。で、その後もセッションに慣れてきたら、まあテーマはまだ未定なんですけど、心理学のオリジナル講座作ったり、あと学生向けにワンデイの心理ワークショップとか提供できたらなと、ニヤニヤしながらいつも考えてます。はい。ありがとうございます。すごい。やっぱワクワクですね。めちゃめちゃ。ワクですね。なんかすごいこう大変なこともありそうな、ね、感じもしてますけど、でもなんかそれも自分のなんか進化ができるのがこう見えるから、待ち遠しいというか、そういったプレッシャーとかもね、楽しめそうですね。そうですね。はい。ドキドキ。これはこの1年間でイメージ？今の話は。1年間のイメージ今の話は、まあ、1、2年くらいのイメージですね。です。あとは、あえて何も決めてなくて、まあ、その時に方向性はもっと決まっていくと思うので、固定スーツって感じです。なるほど。いいですね。柔軟にということですね。はい。はい。じゃあ、そしたら次の質問なんですけど、はい。その、まあ、夢ビジョンがあると思うんですが、現在は、その夢ビジョンを叶えるために、どのような、まあ、基本活動、自信を持っているのか教えてください。はい。現段階では、心理学のコミュニティに入って、基礎知識を学んでるところです、すでに。で、そのコミュニティにカウンセラーさんもたくさんいて、そのカウンセラーとしても活動してる方々と、まあ、交流したり、ズームでお話ししたり、なんか、なんだろう。普通に一緒に、なんでしょうね、イベント やってみたり、なんか楽しくやってます。で、あと自分でさっとできる心理ワークみたいなものをもう覚えてるので、それでもう自分と向き合ったりっていうのは緩くやってます。サボりがちですが で、あと私が学んでるその心理学が、メンタルノイズ心理学っていう名前がついてまして、で、その広めるための一環で、そのコミュニティのカウンセラーやってるちゃんと一緒に YouTube チャンネルを開設して、ちょっと心理学のことをさらっと発信してます、今。私がその助手役で、なんでしょうね、この募集したお悩みを私が読み上げて、まあ、素人目線のなんだ疑問をお茶に投げかけて、で、それに不愛想な 相方のおっちゃんが心理学の目線から答えてくれるっていうチャンネルです まあ、登録者まだまだ少なくて寂しいんですけど、まあ、内容は有料級ですし、いずれ登録者10万人くらい目指してるんで、ぜひお願いします 見てみてください はい。ありがとうございます。概要欄にもね、貼れるので、そこありがとうから そこから確認してもらえたら。おっちゃんって言った？おっちゃんって言ったんですか、今。おじさん、おっちゃん。おでんちゃんとおっちゃんが掛け合う。そうです、いいですね。なんか楽しそうに。2人で。なるほど。まあ、カウンセラーがたくさんいるそのコミュニティで、まあ、ズームで交流をしたり、イベントを通したり、個人でワークをしたりして、自分の内面を見つめ直したりして、そうですね、その心理学、そういうカウンセラーとしての基礎能力をこう、鍛錬してるというか、そんな感じなんですそんな感じね。です。ゆるーくね、ゆるーく。ゆるく。はい。そして YouTube チャンネル。
も作ってこう実践もしているという感じで。はい。ああ、ありがとうございます。そしたらですね、はい。よりね、今活動しているところの背景をちょっと聞いていきたいなって思うんですけど、はい。そもその夢やビジョンを持ったきっかけは何ですか？そこにどんな発見があったのかってことなんですけど、そこはどうでしょうか？ズバリ、今学んでる、メンタルノイズ心理学と出会ったからっていうのがきっかけですね。で、心理学自体、多分小さい頃から私興味持ってて、持ってたけども、私が求めてた心理学って、大学の講義では、大学の講義では教えてもらえないっていうか、求めてたものと違う講座だったんですよね、大学だと。で、どっかで私が求めてる心理学ないかなっていうのを結構長年探してたんですよね。で、その時に、あれでもない、これでもないっていっぱいいろいろ手を出したんですけど、社会人2年目の時に、メンタルノイズ心理学と出会って、だいぶ変わりました。で、この心理学始めて、もうすぐ私3年くらいになるんですけど、自分でワークをしたり、人にセッションしてもらったり、コミュニティの人と交流したりっていうのを、交流したりしていく中で、私の人生が実際により良いものになって生きやすくなりました。新しい友達や仲間もたくさんできましたし、で、今では楽しくて幸せっていう感覚がほぼ毎日あるんですよね。で、もし、もやもやした悩みが出てきたとしても、心の仕組みが今はもうわかるので、冷静に対処できるようになりました。その経験から素直に、この心理学すごいなって思って、もっと学びたいし、カウンセラーの資格も取りたいし、もっと世間に知ってもらいたいなって思ってます。なるほど。いや、すごいですね。はい。いや、かなり、こう、価値を、すごい求めていたタイミングで、なんか出会ったのかなっていうふうに思って、すごい、こう、ずっとずっと、なんかこう、気になることがあって、それでやっと出会えたみたいな感じだったと思うんですけど。これやーってなりました。いや、でもなんか気になったのが、私が求めていたもの、が、今おっしゃったメンタルノイズっていうものだと思うんですけど、技術なのかな？だと思うんですけど、何を求めてたんですか？ずっと。私が求めていたものっていうのは何だったかな？私個人が結構真面目で完璧主義で、プラス繊細で落ち込みやすかったり、もろい心を 持ってたんで、その心の扱い方とか、人との関わり方とか、考え方とか、そういうのを知りたかったんですけど、大学の心理学は、概論しか取ってなかったんですが、実験と、昔からの知識？で、実際のその日常で使える心理学かって言ったらそうじゃなくて、その辺をずっと求めてましたね。で、本当に出会えたっていうか ラッキーでした。あ、なるほど。なんか本当に、おでんちゃんは、現場で辛いというか、実験とかそういう知識が欲しいわけじゃなくて、今、大変でずっといた。その心が、こう、なんていうの、なかなか、ね、繊細で落ち込みやすいところがあったけど、それを直したかったのに、なんか一般論ばっかり言われるというか。そうですね。あ、結構じゃあなんかこう、一人一人のなんかこう、オーダーメイドというか、なんかそういうふうにわかるもんなんですかね。おでんちゃんの
心のなんか仕組みとかが分かるとか、なんだろう、そうんうんうん。れ一人一人になんか寄り添えるものになってるんですかね、その技術。あ、なんかそういうそう。ふううに感じたんですけん。なんか、なんでしょう。心理学も長い歴史があるんで、私が勉強してる先生の話を聞くと、同じような悩みを持ってる人が、過去も今も他にいっぱいいるから、すでに解決してる人もいっぱいいる。で、それをもとに、なんだろう、試行錯誤っていうか、いろんな見方とか種類分けとかいろいろできるから、まあ大体の悩みは誰かがもう解決してる うんって感じなんで、まあ誰にでも当てはめられるのかなって思ってます。なるほど、なるほど。ちゃんとこう現場でクリアしてきたものを教えてくれるっていうか、一般的な実験とかの結果じゃなくてね。ああ、ありがとうございます。そしたら、まあ、その、おでんちゃんが私が求めていたものっていうことで、メンタルノイズに出会えたと思うんですけど、それずっと求め続けてたおでんちゃんがいたと思うんですよね。それがなければ、メンタルノイズと出会ったとしても、ああ、これだとはならなかったと思うんですよ。そうですね。だから、その、出会いのきっかけになる、そのさらに背景には、おでんちゃんのどんな、ものがあったのか、そこを教えてもらってもいいですか？わかりました。ですね。まあ、最初言ったように、小さい頃から心理学に興味あったんですけど、まあ、もともと私の母が結構なんでしょう、スピリチュアルな人で、まあ、いろいろとなんか神様の話とか いろいろ聞かされてたんですよね。で、だから多分自然と私も目に見えない世界とか、まあ、心も目に見えないじゃないですか。そういうものに自然と惹かれていたっていうか、興味を持っていたと思います。で、しかも私自身が多分 HSP っていうやつで、かなり繊細 繊細だし、敏感っていうか、いろんなものに。それもあってか、幼稚園とか小学生の頃から、ご飯が食べれない悩みがあったんですよね。なんか摂食障害まではいかないんでしょうけど、結構ずっと長年、給食とかも全然食べられなくて、味がわかんないみたいな 状態が続いてて、でも、その症状が、例えば家族の前だったり、大人数の時とか、あと外食した時、家で食べる時って、その、環境と場面によって全然変わったんですよね。なんか家で家族と一緒だと食べれるとか、家族と一緒でも外食になるとなんか全然食べれないとか、そういうのがあって、なんだろう、これは体じゃなくて心なんだろうなっていうのを、なんかちっちゃい頃からなんとなく感じてたんですよね、それをもう。だから、その自分の繊細な心との向き合い方とか、扱い方をマスターして、もっと楽に楽しく生きる術身につけたいなって思って、そういう心理学探してました。多分それが一番大きいと思います。なるほど。その、摂食障害の症状が出るのが、その常にじゃなくて条件状況によって変わってたから、これは体の、病気とかではなくて、心によってなんかこう原因があるんじゃないかっていうのを感覚的に幼少期からずっと感じてて、ただ、まあその大学で学ぶものは、一般論であったり、実験であったりして、なかなか自分の、欲しいものではない。なった時に、社会人2年目で出会ったっていう、それでヒットしたわけです。なるほど。なんかそこで気になったのが、その小さい頃、外食の時とかでは出なかった。
外食とかでは症状がこう出る。なかなか摂食障害の症状は出るけれど、自宅で食べるときは出ないってことを言ってたんですけど、それによるこのギャップが自分の中でも辛かったと思うんですよね。なんかそういったときはどんな気持ちだったんですか？その当時は、時、はい。当時、そうですね。まあ、ちっちゃかったっていうのもあって、自分でも何が起こってるか わからない感じでしたね。で、なんだろう、話しても分かってもらえる人も周りにいないし、まあ、親も伝わらないし、で、医者にも連れてかれたことあったんですよね。食べれないのがおかしいって けど、お医者さんも、ちっちゃいうちって食べれないもんだよ、みたいな。で、別に何も話、よくわかんない話だけされて返されたっていうか、なんか、そういうのもあって、なんか、そう、自分に合ったもの、自分が頼れる場所ってどこだろうっていうか、とは感じて、探してましたね。まあ、その当時は辛かったです。みんなができることもできないってなんか悲しいですよね、やっぱ。ああ、そうだったんですね。なんかその食べれないっていうのは、やっぱその味が感じられなくなるからってもう吐き気っていうか、食べ物が目の前ことですか？ああ。に気分悪いし、口に入れても味がしない。食感だけ飲み込めないし、どうしようみたいな感じ。今でもだから、なんかストレスがかかるとなりますね。何やってもたまに。なるほど。それで、でも医者に行ってもわからないし、親もわかってくれないし、わかってくれる人がいなくて、本当に辛かった。そうですね。つながった。ああ、さらに、みんなができることができない。なんで食べれないの？っていう言葉が、すごく悲しああ、なんで食べれないの？く。それは誰から言われたんですか？同級生とかですね。まあ、親も、家族とかも、な感じだったんで。でも今、まあ結婚して旦那さんと一緒に暮らしてるんですけど、もう毎日美味しいです。今ああ、そうなんですね。毎日幸せです。ああ、よかった。素晴らしい。なるほど。それもなんかこう、いろいろ学び始めてから突破できたところだった。なんか、あと最後に一個気になったのが、最初からずっと言っていたこととして感じてたんですけど、学生向けとか、子供っていうところにすごく興味を、持っているなと思っていて、なんかそこはなぜ、共通して目標とかに入ってるんですね。ああ、確かに、そうです。そこも背景とつながるとこあるんですか？まあ、私がそういうご飯食べれなかったっていう繊細なところをずっとちっちゃい頃から持ってたっていうのと、あと、そうですね、家庭教師を始めて、まあ、中高生のことをマンツーマンで話すんですが、みんな、なんだろう、希望がないんですよね 悲しい。もっとキラキラできると思うのになんか、なんだろうな、抑え込まれてるっていうか、もったいない感じがして、まあ、その辺もなんか、応援できたらなって思うし、プラス私が大学生の時に、進路とか、めちゃくちゃ悩んで、まあ悩むっていうか、働きたくないっていう本音があるのに働かなきゃいけないから、行きたくもない会社を受けて落ちる連続っていうか。でも、多分本当はいろんな道が本当あって、可能性は無限で、一人一人が。そういうのも、なんかその心理学、ちょっと活用して、なんかサポートできたらなって気持ちで考えてます。
なるほど。なんかその自分の経験で、行きたくないのに行かなきゃいけない、その働きたくない本音があるのにやっているとか、まあ家庭教師って仕事として若者たちのこの現状とか抑え込まれている感じ、なんかもっとキラキラできるのはずなのにもったいない感じがあって、その若者に特にこうフォーカスをして、そのね、心理学を用いたその活動、メンタルノイズ、それを提供していきたいっていう。そうでしょうね。ああ、持ってです。まなるほど。で、その一番根っこには、やっぱり繊細な心を理解してもらえなかった、その自分の涙す。とか、それがあってやってるんですね。はああ、い。なるほど。ありがとうございます。はい。では、お時間もそろそろ近づいてきたので、最後に、まあ、一言。まあ、ここに見てくださってる方も、まあ、学生さんの方もいるかもしれないですし、まあ、心理学に興味ある方もいるかと思う。いろんな人が見てると思うので、まあ、何か、おでんちゃんから最後一言あれば、と思うので、お願いします。そうですね。最後の一言は、私をぜひ知ってフォローしてください。絡んでくれるのを待ってます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。もう絡めばもう元気もらえるのでね、幸せ、エネルギーをたくさんもらえるので、ぜひ絡んでくパワースポッださトい。が。パワースポット。素晴らしい。おでんちゃんがパワースポットということで。はい。ありがとうございます。じゃあ、はまあ、い。本日は、二人三脚で、本当にやりたいことを応援する心理マニアのおでんちゃんに、来てもらいました。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はーい。